ユノールチャンネル。このみんなはリアルバレンタインでマシュマロを渡したらダメだぞ。え、なんかさ、こういうのってさ、ちょっと今思ったんだけどさ、例えばチョコあげたらあなたが好きですみたいなさ、あのお菓子言葉ってあんのかな、花言葉みたいな感じで。どうなんだろう、マシュマロあげたら何かあんのかな。ちょっと調べていい？あ、あるんだ一応。待って、マシュマロお菓子言葉あった今。今ね、すごいの見つけた。え、ちょっと言っていい？マシュマロは口の中に入れるとすぐ溶けてしまうということで、消えてほしい、嫌いという意味が込められていると言われているそうです。ほう、なるほど。ということはだ、今ね、僕のところにね、マシュマロが5件来てるんだよ。お前らそんなに僕に消えてほしいのか。だが僕は消えないからな。覚えとけよ。いや、マジでマジで、今ちょっとマシュマロのそのお菓子言葉っていうのを調べちゃったら、なんかそれがさ映ってて、ちょっとびっくりしちゃった。あ、なるほどね、みんなそう思ってんだね。あ、はい、わかりました。じゃあ今日の配信はここまでにしましょうか。本当に終わらせるぞこんにゃろ。楽しいな、楽しいな。ね、配信者集めてユノール王やりましょうよ。先生のことをいろいろ当てるやつ。え、ユノール王さ、やるとしたらさ、どんな問題が出んの。待って、どんな問題が出んの教えて。ちょっとあの、お前ら今考えてごらん、ユノール王で出る問題ってどんな問題が出ると思う。ちょっと教えて。僕が逆に答えられるかどうかが分かんないけど。え、でもさ、でもさ、あれじゃん、まあ僕本人の何て言うの、問題なわけだから、僕が答えられなくてどうすんねんっていう話じゃん。うん、なんかちょっとさ、あのみんなさ、僕に関するさ問題さ、ちょっと考えてみて。先生が朝起きてからすぐやることとか、最近ハマっている食べ物とか。あー、まあそのぐらいだったらね、なんかタイムリーで答えられやすいかもしんないね。うん、ユノールの身長、そして誕生日。いや、これはもうみんな言えるでしょ。これ僕だって発表してるもん前から。うん、え、これ逆に答えられないやついる？え、答えられる人はちょっと答えてごらん。え、逆にちょっとみんなに聞こう。え、答えられる？え、答えられなかったらもう打ち首ね。ごめん、マジでごめん、本当に打ち首とかすぐ言う。この王子すぐ打ち首って言う。習った単語をなんか覚えたかのようにすぐ言うね。178、そして1月28日誕生日は合ってる。そう、誕生日は合ってるけど身長が違うから、もうこれは打ち首だね。うん。もうね、あの笑顔でね、こうちょっと鎌を持ってガッてやるかもしんないから。もうちょっと、じゃあ改めて言うよ、改めて言うよ、ちゃんと。うん、僕の身長は97。凶悪の闇の魔法使いを倒すとしたらどんな魔法。呪いの、違う、まじないの火の魔法で公開処刑する。岩に変えて封印する。小動物に変えて二度と魔法が使えないようにする。魔法刑務所に生涯収容して労働させる。あー、凶悪な闇の魔法使いでしょ。例えばさ、岩に変えて封印したとしてもさ、そいつがさ、その呪文を解く方法を分かってたら意味ないじゃん。で、小動物に変えて二度と魔法が使えないようにするとは言っても、そいつがなんか噛みついてきたりとかして、小さいながらもなんかこう、なんていうの、攻撃できる手段を選んでいたら意味ないじゃん。で、魔法刑務所に生涯収容して労働させるって言っても、その魔法の力がどんだけ抑えられているかによっても変わるじゃん。だから、まじないの火の炎で公開処刑しましょう。うん。うん、そうだよね。だってさ、だって倒すんだったらさ、ちゃんとさ倒しておかないといけないじゃん。だってまたさ復活してきてさ、何、悪いことしたりとかしたらさ意味ないじゃん。だから公開処刑しましょう。はい、チャーシューにしてしまいましょう。美味しそう。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、そして友達に共有をよろしくお願いします。またおすすめの動画もぜひ見てくださいね。
また次回の動画でお会いしましょう。